3時のドリル。さあ時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラケ、パーソナリティ山田モンドです。さあここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞論説委員川内十郎さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。川内さん、今日こうして友達になりましたというメッセージテーマで、いやー皆さんからメッセージもらってるんですけども、そうですね、なんか友人親友、そうですね、まあ、私はどっちかっていうと、まあ、最初からこう気があったりとかうまくいったってよりはですね、まあ雨降って地固まるというか、まあ、最初喧嘩したりとかしてですねうまくいかないやつの中にお互いどっかいい手を見つけ出して、心が通い合った時は本当に深いつながりになりますね。やっぱりなんかそんな感じしますよね。十郎さんってなんかこう噛めば噛むほど、そうですか、まあ、どっちかっていうとはっきり言っちゃう方で、どっちかっていうともう最初からこうあんまりうまくやっていこうっていうよりはさらけ出して付き合えるやつと付き合おうっていう気持ちが、まあね、あの強い傾向かなと、まあ、自己分析はしておりますけど。それ逆に言うと第一印象あんま良くないってことですか。私ですかそんなことない、あんまり気にしないということですねさあそんな川内十郎さんと一緒に取り上げていきましょう。今日の静岡トピックスこちらです。今年は学校給食法が1954年に施行されてから70年の節目です。給食は子どもたちの心身の健康や成長、食育の推進などに大きな役割を果たしてきました。その給食は今食材価格の高騰に見舞われ、県内はじめ全国の自治体で無償化の動きも広がっています。子どもにとって不可欠な食のセーフティーネットといえ、どう支えていくかをみんなで考えたいと思います。というわけで川内さん、今日は学校給食についてです。はい、そうですね、今日のテーマは、まあ、学校給食は今ということで考えていきたいと思うんですが、はい、まあ、今年は学校給食法が1954年に施行されてから70年の節目であると。そういう年なんですね。で、まあ、給食自体はですね、まあ、歴史をひも解くと、うん、明治22年、1889年に、まあ、山形県の鶴岡町の小学校でですね、まあ、貧困の児童におにぎりや焼き魚を、まあ、無料で提供したのが始まりと言われておりまして、はい、まあ、この静岡県では、明治43年、1910年に浜松市の宝川小が、まあ、最初だと言われてるんですね。そうなんですね。で、まあ、この、まあ、あの戦後ですね、第二次大戦の後なんですけど、うん、まあ、米国などから、まあ、連合国を中心とした、まあ、聞いたことあるかもしれませんけど脱脂粉乳、はい、などの援助物資を受けて再開されたんですけど、まあ、それが1950年代の初頭あたりに打ち切られるんですね、援助が、うん、そこで学校給食費がまあ値上がりしたり、うん、給食を中止したり、まあ、給食費の未納者が増えるようになったと、ええ、こういう状況を受けて、まあ、国の補助による、まあ、給食を継続するしたいというしてほしいという要望が高まって、うん、この1954年の学校給食法の制定ということに、まあ、なったということなんですね。でこれで全国でちゃんと給食出していきましょう。そうですね、まあ、国の補助ということで、はあ、それでですね、はい、まあ、私今年の2月にですね、ええ、東京の国立公文書館というところで開かれておりました、まあ、みんなで食べよう公文書で描く学校給食という、まあ、企画展を見てきたんですけどね、まあ、私、まあ、時々東京に行った時こう面白そうな展示会とか見てくる、まあ、その一つだったんですけど、先ほど言った学校給食法がですね、まあ、こう施行交付された時にですね、作ったですね、まあ、昭和天皇のご署名があるこの交付の原本ですね、のがまあ展示されていたりとかですね、まあ、米飯とか牛乳のをまあ給食でこう消費拡大しようというまあ国の公文書ですね、うん、そういうのがありまして、うん、まあ、この給食の歴史と社会的な背景を伝える文書が非常に、興味深かったですね。やっぱりそこはこうつながってくるでしょうね、給食の歴史と社会背景っていうのはね。本当に国の状況だとか、まあ、あとその産業の振興ですね、例えばその、うん、農業とか果汁の振興というのもありましたね。あ、なるほど。多分給食に
あのオレンジジュースとかが出てきた時代ってあると思うんですよ、はい。まあ、これも先ほどのまあ牛乳とか米飯と同じように、ある意味農業サイドからの振興、そうですよね、要望というのもありましたし、あと輸入って部分もね、ありますね、バナナだ、ね、パイナップルだとかね、本当にまあ初期ではですね、はい、この給食の調理の燃料というのは薪の配給に関する、まあ、まだ日本がそういう、燃料に薪を使って給食を作ってきた、いた時代ですね。あと、まあ、本当に、まあ、これから話しますけど、給食は本当に変化してますよね、まあ、食生活、まあ、地産地消とかですね、その中で、非常にこう反映している社会の状況ですね。それでですね、まあ、この展示資料にですね、先ほどの給食店、劣らず印象に残ったのがですね、この来場者アンケートの集計結果の結果ですね。何ですか、どんなアンケート。これは面白かったんですけど、まあ、好きだったメニューとかですね、はいはいはい、思い出深い郷土食メニュー、まあ、給食にまつわるエピソード、うん、なんか満載でしたね。で、まあ、この展示会を訪れている方がまあ年齢層やや高めで、まあ50から69歳が最多層ということなんですけど、まあ、私にとってもあるあるがいっぱいでした。川内さんたち時代の給食あるある、ね、山田さんなんかよりはまたちょっと違うかもしれませんけど、やはりあのソフト麺、山田さんのことありましたよ、ソフト麺。あとね、これはみんな言うんですけど、クジラの竜田揚げ。あ、クジラはなかった。多分これは山田さんないかもしれない。これある時期やはりその捕鯨の環境、商業捕鯨の環境をめぐって中止になった時があるんですね。あとこれつい商品名が出ちゃいそうなんですけど、牛乳に入れてコーヒー味をつける粉末。あれ学校とか地方によっても呼び方、商品名が違ったり、あのこれコーヒーだけじゃない、イチゴとかもあるらしいんですよね、はい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 。であとその、いや同じですよ結構、そうクジラ以外もちろん重なるとかありますね、はい。でまあ郷土食のメニューはもう平の連続、北海道はジンギスカン、おお出るんですね。東北は笹かまぼこでこれすごかった、はいはいはい、これ北陸ではカニが丸々1個出ましたっていうのが給食ですね。でこれはまたあの中国地方のだったんですけど、ワニのフライって記述があったんですね。ワニ、ワニ、あのワニかと思ったんですが、はい、まあ、先日あの広島の知人がちょっと静岡に遊びに来てですね、聞いたらワニってサメのことだよと。あ、サメ、サメにしてもなかなか静岡の給食にしても、ね、ないですよね。だから静岡でいうとあのお茶がやかんで出るみたいな。そうですね、あの本当にあの郷土食たくさんありますよね。あの本当にまあエピソードもいろいろあって、あの、まあ、食べ残しが許されずですね、机の中にコッペパンを詰め込んだと。あ、そういう友達いたなと。いましたね、いましたよね。あのこの完食圧力相当強かったなと。あの山田さんなんかあの給食のまあ思い出とかメニューであの記憶に残るというか忘れられないものありますかね。僕本当に忘れられないのは多分僕らぐらいからなんですよ、ラーメンが出始めたの。ラーメン、ええ、多分アンケートで多かったんでしょうね。あ、そうなりますね、あの児童生徒にあの希望を聞くって、ね、ですよね。その初期のラーメンがこれラーメンっていうだんだんですね、美味しくなかった、多分改善されてきたと思います、ね、そう、多分今美味しいんでしょうね。私思い出ですね、これ本当に忘れられないのはですね、何ですか、あの配膳っていうのはこう学校の中の班ごとに、うん、あのこう給食当番みたいになってこう配膳室に取れていくんですけど、この大きいおかずが入った食感っていうんですけど、はい、廊下にぶちまけてしまったことが、何やってんすか、これ本当惨めなんですけど、こう、こぼしちゃいましたって他のクラスにこう少しずつ、ご来訓ね、これありましたね、これ辛い、これ本当忘れられない。あとね、みんなねプチトマト残すんですよ。あ、ダメなんですかね。僕大好きで、今でも覚えてます、最高49個食べたの、プチトマト残ると、ええ、あのじゃんけんとかで、そうそう、誰か食べなさいってなるでしょ。でこれ私あれなんですよ、ええ、給食当番でソフト麺ミートソースが出た時はですね、ええ、朝からそわそわして、ええ、わざと残すんですよ、自分が好きだから、うん、あ、その何、配膳の、配膳で、で残したの手を挙げてですね、卑怯ですねいやでもみんなそういう思い出は、まあ給食はですね、本当にあの味だけじゃなくてエピソードも含めて、川内さんの時牛乳はって言ってました。もちろん、あ、確かね、まあ瓶か、あとは三角パックですね。僕ら普通のこう四角いパックで、あの結構あの学校給食は地元の給食、あの牛乳 の、うん、あの製造メーカーがやっているところは結構ありますね。あと浜松なんかは白米は自分で持ってくるっていう、ね、そうですね、あのまた今日はあの話ちょっとしますけど、この学校給食法なんですけど、うん、あのまあ
こう施設ですねとか人件費は、まあ設置者、まあ、行政ですね、はい、公立であればであとその給食費のは費用は保護者負担ですね、うん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 、でこれまではですね法改正で食育や地産地消の推進が盛り込まれたと、うん、でこれ給食というのはですね勤めなければならないという、まあ、いわば、まあ、努力義務で義務ではないんですねこれ給食は勤めなければならないということだもんですから学校に課せられた努力義務学校というのは自治体ですね自治体なるほどでそれ言いますと、うん、文部科学省の2021年の調査では 100% ではないんですね、まあ、実施率では小学校は 99%、中学校じゃこれ 91.5%、うん、でこれはですね、まあ、先ほど山田さんからも出たんですけど、はい、おかずとミルクだけとか、うんうん、ミルクだけという給食も含まれてなんですねなるほどで主食おかずミルクがあるのこれ完全給食っていうんですよね主食おかずミルクが出るのが完全給食、はい、そうと完全給食ってのに絞れば、はい、もうちょっとさらに割合は低くなるんですねはそういうことなんですね、それでですね、まあ、完全給食を実施している学校のすべてでは、まあ、米飯を出していてですね、はいまあ、大体週 3.5 回平均、はい、私も、そうですね小学校の低学年頃は米飯なかった気がするんですけどだんだん増えてきたような感じですねそうですかで、まあ、これ2021年平均月額小学校で4477円、うん中学校ではまあその5121円これはまあ年間の負担がこう11ヶ月で、まあ、11ヶ月で割って、うんまあ、単純に私が計算したんですけど1食あたりで見ると、うん小学校は256円、はい、中学校は300円ほどと、うんまあ、この枠の中にですねこういかに美味しく見た目を良くして、うんまあ、栄養価もしっかり保てるかということで、まあ、現場の栄養教諭の方とか栄養士の方っていうのは非常にご苦労なさってんですねそりゃそうですよ1食256円でどうやってそうですね栄養とそして美味しくですもんね、はい、そうですねあと見た目見た目、はい、で先ほどの AI アナウンサーのお話にもあったんですけど食材価格の高騰ですねウクライナ侵攻円安その中でですねどう保つか美味しさバランス量、うん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 、でまあこれはですね今どうしてるんですかそうですね、まあ、これは、ねまあ、比較的よく現場でやられているのを例を言いますと、はい、鶏肉はもも肉よりも安価な胸肉、うん、小松菜の代わりにもやし、うん、あとデザートが減ったりとかですね単価が安い切り干し大根や高野豆腐が急増したっていう報道もありましたね、まあ、ちょっと地味になっちゃったかなとそうですね大変ですね、まあ、エビフライがゼロになったっていうあそうですか給食エビフライが出ていたとこはあとカツがですね、回数が減ったとかそういう内容ですね、まあ、あとその教職の現場の苦労って言いますとですね、まあ、2月にですねうずらの卵が喉に詰まらせて死亡するという事故がありましたねもんですからね怖いっていうねそういう、まあ、その中にはね山田さんちょっと今さっきプチトマトとか出たんですけど、はい、小さくてつるっとしたものはまあ要注意だっていうことは専門家も指摘しておりまして、まあ、食材の選択とか、まあ、切り分けですね、はいそう留意あとこれに関してはですねこれまあ SNS 上非常に言われてるんですけど、はい給食時間の短さが焦りを生んだんではないかと今短いんですか給食時間、ねまあ、これは学校によって差はあると思うんですけど、ええ、例えば30分間の給食時間のうち10分は配膳ラスト5分は片付け実質な食べる時間は15分だとでそういう中で、まあ、特に低学年とかですねあとその咀嚼機能が、まあ、十分じゃないところが子どもたちがですね慌てて食べなきゃいけない、まあ、完食しなきゃいけないそこでまあ食材丸くて小さくてつるっとしたものとかっていうような中での、まあ、事故給食の短さっていうのは少し、まあ、今考えていかなきゃいけないからそうですね、もうちょっと時間ゆとり持ってねそうですね、まあ、それからですね今先ほど高騰への対応物価高と合わせて非常に大きな話題になっているのが学校給食の無償化です、はいまあ、これはですねまあ、コロナ禍などでまあ収入源のような格差も広がる中でですね、まあ、子育て支援などを掲げて実施する自治体も増えてるんですけど、先ほど言ったようにですね、まあ、食材価格の高騰があってですね給食費を上げざるを得なくなり、うんまあ、無償化とは逆に家庭の負担額を上げたりですね、うん、あるいは上昇分を行政が負担して給食費を変えないっていう例もあったりして対応が分かれてるんですねこれって、給食の無償化っていうのは国が無償化にしましょうよって
今はそうなってません。言ってますよね。基本的あの進めようとしてるってのはこれはですね、ええ、こういう状況の中で今検討を始めてるんですね、はい、どういうことかって言いますと、どういうことかというと、対応分かれる中で2020年度に無償化を実施した自治体は、はい、まあ、小中学校の給食を実施する全国約1600市区町の約3割約450ほどという調査結果があります。でこれどういうことかというと、はい、無償化の最大の壁は財源なんですね、うん、自治体によってできること自治体とできない自治体があって、この地域間格差というのは非常に大きな問題になってるんですね。あ、ちょっと今の話で思ったのは、はい、それって県単位じゃなくて各自治体単位なんですね。そうですね。例えば今青森県なんかは県単位でやろうと、まあ、自治体あるいは県単位、一番主流は市町村単位市区町村なんですが、はいはいはい、県単位でやり始めた自治体も出てきたということです。でまあ、その国主導でやってほしいという声は根強くてですね、まあ、全国知事会がこう無償化の実現に向けて、国の責任と財源でやってほしいと提言をまとめたりしてですね、はい、まあ、文科省も全国のこの無償化の実態を調べていて、岸田文雄首相もですねこの調査結果を6月までに公表すると言ってます。でこれ先ほど財源の話をしたんですが、はい、国が国公立小中学校の給食を無償化した場合に予算額はですね、うん、これは機械的な算出なんですけど年間約4600億円に上るということなんですね。だからそのお金どうするかってことですか。そしてこれはですね、はい、国民の税金で賄うことになるんですね。つまりここをどう考えるかということですね。それでですね、ここはまあ、いろんな意見はあるんですが、まあ、現実にどうするかという中で、うん、まあ、給食費はこの無償を定めた義務教育に伴う出費なん、はい、ここは山田さんも分かってくださると思うんですが、でそういうまあ食の格差が拡大している状況を考えれば、無償化で全ての子どもが安心して食べられることの優先順位っていうのは私は非常に高いと思いますね。で生活に困窮する家庭子育ての家庭ではですね、この給食のない夏休みにこう不安を抱いてですね、うん、実際に痩せてしまう子どももいるっていうことなんですね。そういう意味では給食は子どもの食のセーフティーネットになったんですね。食のセーフティーネットになるほど、非常にまあ栄養価を考えられて、ね、非常にしっかりした食事、限られた予算ではありますけど、で給食は先ほどですね、いろいろ皆さん私も山田さんも思い出ありましたが、はい、まあ、大人になっても忘れられない特別な味ですね。そのあり方やどう支えていくかっていうのはこのやっぱ社会全体でやっぱり考えていく必要があるんではないんでしょうか。本当そうですね。子どもたちを支える本当にセーフティーネット、これ給食が美味しくてたくさん食べられるから、ね、大事ですね。大事だと思いますね。たとえこれ税金だとしても、はい、進めていく必要があるのかなと思ったりしますけど、はい、そうですね、国も今どういう形でできるか、まあ、実際にできるか、どういう形で部分的であれできるか、まあ、可能性を模索しているところであると、はい、でまあ、調査結果が6月までに公表するということですので、うん、私も注目したいと思います。はい、じゃあ今度一緒に冷凍みかんでも食べましょうかね、川内さんね、はい、ありがとうございます。こちらこそ今日も勉強になりました。今日の先生、静岡新聞論説委員川内十郎さんでした。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに3時のドリルアーカイブが上がっておりますのでチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。